アルビレックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは、山田健です。本間俊です。トレーニング活動が再開しましたけど、チーム全体で練習できていて、チームのコンディションとか体の具合はどうですか？まあでも練習がない期間にしっかりと個人でメニューを出されて、みんなそれをやっていたんで問題なく練習に入れていると思います。在宅でのトレーニングだったり、なんだろう、まあ離れてのトレーニングで寂しかった部分もあったと思うんですけど、チームで合流してなんかこういろんな話とかします？変なふざけた話とか。はい、とわいもない話で盛り上がってます。例えばどういう話をするんですか？例えばですか、まあコーヒーの話だったり、まあサッカーの話はもちろん、そういうまあプライベートの話をしてます。シオンは？いや、自分もコーヒーの話やったりまあいろいろとコーヒー飲まねえな。まあいろいろと話 してます。はい、ありがとうございます。じゃあまあリーグ再開の時期はまだ正式には決まってないですけど、まあ、だんだんと近くなってるのかなと思いますが、その再開に向けて、まあ、意気込みをそれぞれ。再開した際により 100% に近い力を出せるように、今できることを全力で頑張ります。しっかり体を作って試合が始まった時に 100% 出せるように頑張ります。サポーターの皆さん、新潟の皆さんのご協力のおかげで日々前進できていると感じます。自分たちのプレーで頑張っている皆さんを力強く後押しすることができればと思っています。共に頑張りましょう。